はい、皆さんこんにちは。ゆりんこ沖縄の時間です。私パーソナリティのトーマと申します。この番組は、私トーマがセラピスト活動をしていた経験を生かし、心と体と魂を癒す情報をお伝えしております。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは 797@fmginoan.com です。また FM ギノアンではツイキャスト YouTube ライブで映像と音声をネット配信しております。FM ギノアンのホームページから見ることができますので、チェックしてみてください。ツイキャスはツイッターも連動しておりますので、たくさんのコメントやリツイートもよろしくお願いします。またスマホで聞く場合はリッスンラジオというアプリがありますので、そちらをダウンロードして FM ギノアンを探してお楽しみください。それではこの後4時半までお付き合いください。一旦 CM を挟みまして始めていきたいと思います。それでは一旦 CM です。和と洋の創作料理を食べながらワインや日本酒など様々なお酒を楽しんでみませんか？ジャズが流れる店内はちょっと贅沢な大人の空間。シェフのおまかせフルコースや各種パーティープランも人気です。出会いから創造へ、感動と笑顔をありがとう。春菜創作工房中村。長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。銀座西川高級安食パン。はい、ゆりんこ沖縄をお送りしております。この番組は私トーマがセラピスト活動をしていた経験を生かし、心と体と魂を癒す情報をお伝えしております。はい、ということで今週も始まりましたゆりんこ沖縄ですね。先週はですね、はい、ちょっとまあ子育てを通してね、いろいろ気づいたこととかそういったのをお伝えしたわけですけどもね、今週も続きになります。そうですね、先週はですね、ちょっとね自分に起きた変化とかね、その子供の仕草とかそういったのから気がつくこととか いろんなのをちょっとねシェアしていったんですけれども、今日はね、先週お伝えしたかったことを他にもいろいろあって、それでそういうのをまたね今週お届けしていこうかなと思っておりますね。さあ、またこういう話なんですけど、ちょっと子育てを通してねいろいろ自分に起きた変化とか気がついたことを今週もやっていくわけですけども、ちょっと僕のお友達がいて、ちょっと結構もう20年以上付き合ってるお友達がいるんですけど、すごい優しいパパなんですよ。先輩お父さんなんですね。でその人がですね、とっても優しい人間なんですけど、ある時ねこういうこと言ったんですよ。子供っていうのはとっても可愛いけれども、可愛いだけじゃないよっていうのを僕に伝えたことがあるんですね。可愛いだけじゃ ないと、たまには悪魔みたいに見える時があるって言うんですよ。それはねもう思い通りにいかないとか、やってほしくない時にやってほしくないことをやるとか、そういうことだと思うんですけど、僕そういうこと聞いて、あ、そうだよね、子育てってとっても大変って聞くからなと。でもね、あんまりちょっと真に受けたら余計自分がね将来なんだろう怖がってしまうと嫌だなと、自分がね子育てというものを怖がったらなんかねなんか嫌だなと思ってね、ちょっとあまり重くは受け止めないようにしてたんですけど、ただね最近子供生まれてそのいろいろね夜通し、うちの妻がね一番大変ですけど、夜も起きて起こされたり、見ていくうちに
あ、やっぱね、可愛いだけじゃなくてやっぱきついなと思うこともあるしね、そういうね、可愛いだけじゃないよっていう言葉が少しだんだん分かってきたんですね。で、分かってきたんですけど、やっぱね、辛い時があると言いますか、辛いというかね、ストレスに思うことがたまにあるんですよ。それはね、例えば妻もとっても負担が来ててすごい眠かったりしてる時に、僕があやすのをね、ちょっと引き受けて僕がずっとあやしたりしてる時にね、あ、もう早く寝てくんないかなとか、あ、こういう理由で泣いてるんじゃないのか、何かなとか、なんていうかね、いろいろ期待外れなことが起きたり、ちょっとその泣いてる理由がわからない時とかにイライラしたり してるんですね、自分。それでなんでイライラしてるのかなとか考えたらね、やっぱり何かを思い通りにしたいって自分は思ってるんだなっていうことに気がついたんですね。赤ちゃんだからこっちの言葉もわからないし、やってはいけないことっていうのかな、それも僕たちの都合ではあるんですが、やってはいけないこととかやってほしくないこととか、そんなのは全く知らないわけですから、なんていうかな、人におしっこかけたりまあそれはいいんですけど、いろんなことをするわけですよ。でもね、本当はね、赤ちゃんは何にも知らないわけだから、別にこちらが粛々と対応するしかないんですけど、でもね、あ、もう寝てほしいなって言ってイライラしたりするのは、やっぱこれは自分のエゴなんだなっていうのに気がつくわけですね。本当はね、赤ちゃんだけじゃないんですけど、実は人生において思い通りになることっていうのはまあほぼないと言っても過言ではないんですね。何かが思い通りになることは絶対ないと思って生きた方がむしろいいかなっていうぐらいです。それはね、人生思い通りにいかないっていうことはもちろんあるけど、その自分自身ですら自分の思い通りにならないんですよ。これやっちゃいけないって分かってるのにやってしまうなとか、例えばもうダイエットするんだって言って目標立てたのに、小腹空いたからドーナツ食ってるとか、どうもね、自分で自分をコントロールすることすら難しいと。自分のことなのに自分の思い通りにならない。でもじゃあこれをね、その周りの人とか、これから起きる出来事とか、もう神の水を知るようなこととか、もうそんなこともね、人間はもうできたらもう自分の期待するようになってほしいとかね、そういう思い通りにしたい、その欲があるんですよね。なのでそういった欲をこの子育てでちょっとね、結構まざまざと自分は感じたなと思って、もう夜ね、なんで泣いてるか本当にわからない時あるんだけど、なんで泣いてるかわからないけどあやさないといけないってなったら、いやもう泣き止んでくれとか、そういう自分の願望ですね、そういったのは結局ね、この子を思い通りにしたいってどっかで思ってるとかね、要は自分が可愛いわけですけど、そういったね、思い通りになるって思ってるから苦しいんだなって思いまして、じゃあこれどうしたらいいかと、どういうふうに考えようかなと思った時に、やっぱりね、逐一ちゃんと観察して、あ、こういうことがしたいのかなとか、こうしたらいいのかなとか、あとはまた自分自身で変な期待を持たないと、あ、じゃあもう、泣き疲れるまであやすかとか、そんな感じでね、もう自分のね、なんかこのコントロールしたいっていうような気持ちをもう手放して、もう子供をちゃんと見て、この子が何を求めてるのかっていうのをちょっと感じ取れるようにね、
向き合ったらいいのかなって思いましたね。まあ、そうは言ってもなかなかうまくいかないもんです。でうまくいかなくてむしろ当たり前だと、あの何かをうまくいかせようなんていうのはもうもしかしたらね、あの傲慢な考えかもしれないということですね。まあ、特に子育てはそうですね。まあ、そう考えるとね、まあ、これからお話しするんですけど、先週ね、伝えようと思ってたけど、ちょっとね、言い忘れたのがあってね、これはね、どういうことかというとね、子供を育てるっていうことに対してだけじゃないんですけど、人間はエゴというものを持ってるんですね。自分が可愛いとか自分の都合のいいようにしたいとか、なんていうかな、人よりも上でいたい、優れていたい、人よりも楽したいとかね、まあいろいろね、人と比べて優位に立ちたいとかね、人よりも多くのものを持っていたいとかね、まあいろんな側面があるんですけど、まあエゴですね、自我って言いますよね。で子供育てる時になかなかね、そのエゴでもって子供と向き合っていたらですね、これはもう子供がかわいそうなわけですよ。それどういうことかというと、親が親のその理屈というのかな、親の都合で子供をコントロールするってなったらね、子供はもう伸び伸びと生きることがもうできなくなるんですね。必ず親の顔色を伺うようになりますね。これやってもいいのかなとか、これをしたら褒めてくれるかなって言ってね。でこういったことってその子供だけじゃなくて、僕たちね、大きくなって大人になってからも思い当たることあると思うんですけど、こういうことしたら誰かから怒られないかな、何か変に思われないかなであるとか、そのね、伸び伸びとした考え方ができなくなってくるんですよ。必ず前提として誰かと比べたり、誰かの顔色を伺ったり、叱られないかなって思ったりね。で具体的に誰に叱られるのかって言ったら、別にそういう対象はいないんだけど、いやこういうことやっちゃダメかなって言って、勝手にね、お利口さんといいますか、勝手になんか自分を抑圧するわけですね。でこれはね、とても良くないと思いましてね、まあその自分がね、愛情と思ってね、こう子供に目を向けて、あなたのためだからっていう気持ちでこう愛情をかけてせっせと育ててるとしますよね。でも愛と思っていたのが自己愛の場合もあるんですよ。自分の都合だったと。まあ、よくある話では、例えば、親がね、自分の叶えられなかった夢があると。で子供に対してその私の代わりにその夢を叶えてほしいって言って習い事をさせる。そしたらね、何にもこの子のことを考えたわけではないですよね。自分のことを考えて、これあなたにはこれがいいんだって言って何かを与える。これはおせっかいもいいところで、僕自身気をつけないといけないなと思ったのは、この子はどんな子なんだろうと、どんな適性があるのかなとか、何が好きなのかなとか、そういったこの子の希望とか願望とか、そういったのを軸に据えてね、主軸にして考えて子育てをしないといけないなって思ったわけです。良かれと思ってせっせせっせとお世話する。でも子供の方からしたら迷惑かもしれないとか、望んだものではない、つまり自分の生きたいように生きることができないわけですね。そうすると世の中っていうのは自分の生きたいように生きることはできないんだよって教えてるようなもんですからね。まあ、なので何がしたいのかなとか、どこに適性があるのかなとか、もちろん適性があるとは言っても、この子が
それを望んでいないんだったらさせるべきではないかもしれないですね。こうやってね、何かを与えたいって思った時にそれが本当に愛情から来るのか、それとも自分の考えで自分の都合で何かしら自分のエゴが入った気持ちで何かを与えてないか、それをね気をつけないといけないなって思ってますね。まあなのでね、よかれと思ってってね、よく耳にする言葉かもしれないですけど、そうよかれと思って子供にせっせせっせとやってたらね、愛と思ってたら自己愛を僕のエゴをせっせと与えて大人になって伸び伸びと生きられなくなったと、歪んでしまったとかね、そうなってしまうとちょっとこの子がかわいそうだからね、そういったことを本当に気をつけないといけないなって思いますね。はい、まあそういうねエゴのことを今日はお伝えしたんですけど、子育てって本当に面白いなっていうか、気がつくのがことがいっぱいあってね、こうやってね誰かを育てると、まあ子供ですけど、こう子供を育てるってなって、そしてじゃあ自分はどういう心構えで育てないといけないのかなとか、自分はどういう考えを持つべきかなっていろいろ考えた上でですね、自分はちょっとこういうことに気をつけよう、さっき言ったみたいにエゴを挟んでこの子を見ないように、この子の将来はなんか自分の都合で決めないように気をつけようと、あくまでもこの子が一人の人間として伸び伸びと育つ、伸び伸びと動くにはどうしたらいいんだろうって言って、こうやってねできるだけ自分ではなくて相手を軸にして考えると、まあそういうのを気をつけようという話なんですけど、このねいつもの自分ではなくてね、こういう心構えでこの子に接しようってそう考えた自分自身がですね、これが一つの成長なんだなと、自分自身にとっての成長なのかなって思ったわけですね。なので子供育てる前に自分が成長していかないといけないっていうことに気がついたんですよ。昨日までの自分ではいけないと、いけないわけではないかもしれないけど、心構えとしてね、これが正しいんだからこうやって生きなさいっていうのでは、もうあくまで親のね都合であり、もう大変上から目線な考え方になるわけですよね。だから一人の人間をどうやってね伸び伸びとね可能性をできるだけ追求するようなね伸び伸びとした生き方をしてもらうにはもうどうしようって言って、そこに悩んだりそこからなんか教育のことを勉強したり、そう言ってねまずは自分が成長しないといけないんだっていうことにいろいろ気づいたっていうことですね。はい、ちょっとね先週お伝えしたかったのはまあこういうところですね。最近ちょっとね心と体と魂を癒すこのゆりんこ沖縄ですけどね、子育て番組ではないんだけど親のための番組でもないんだけど、子育てというものからねとってもいろんなことをなんか自分は学んだなと、過去形ではないんだけど現在進行形なんだけど常に学ばせてもらってるなと思いましたね。一応学びって言いますけどね、まあ、具体的にどんなことがあったってねうまく言えないこともあるんですけど、このそのね子供とはいえ下の世話とかそういったのいつの間にか大丈夫になってたとか、まあ、そういったのはとっても些細なことなんですけど、なんだかねこういう育児って逃げられない仕事じゃないですか。自分はいろいろ
過去に会社の立て直しとか いろいろあって、いろんな人がやらないような経験もいっぱいしたんですね。銀行にいじめられたり、何億の裁判とかやったりとかね、いろいろあったんですけど、子育てっていうのも逃げるわけにはいかない仕事ですよね。まあ、なのでちょっとこういう些細なことかもしれないですけど、子育てを通して少しずつなんかね、自分が強くなったりしてるような気もしますね。なんていうのかな、過去に仕事ではあるんですけど3人分ぐらい働いてたりして、それでもう大体のことがね、なんかね、キャパオーバーしないというか、あ、こういう感じかなって言って何かできちゃうとか、引き受けることができちゃうとかね、何か大変なことを乗り越えると少しね、考え方もなんかね、器も少し大きくなってるような感じがするじゃないですか。なんか僕にとっては子育てってなんかそういう性質があるのかなって思ったりしますね。まあお仕事の話が出ましたけど、子育ても自分にとっての大事な仕事だと、でこれをどういう意味があるんだとか、自分なりに到達点じゃないけど、自分なりに方向性をですね、ちゃんと見失わないようにしていくと、その子育てを通して自分自身もですね、とても大きく成長するなっていうのは、そういうのは今でも感じてますね。でまた大変っていうだけじゃなくて、喜びも大きいんですよね。子供ってやっぱ変化をすごく見せてくれるんですよ。成長をですね、昨日までしなかったことを今日はするとか、例えばね、すごい大泣きしてるところに空の哺乳瓶加えさせたら、しばらく泣き止むんですよ。ああよかったと、この子がまだ何もわからない子でよかったと、空なのになんかうぐうぐ飲んでくれて、しばらく静かにしてる。でもね、これ通じなくなってくるんですよね。1日2日ぐらいで。まあこれで別に喜びっていうわけじゃないけど、こういう変化もね、面白くて、子育てっていうのはね、自分自身の成長でもあるけど、この変化をすごく見せられるから、あ、じゃあ哺乳瓶が通用しないんだったらどうするかと、やっぱあやすのをレベルアップしていくしかないかなとか、まあ、いろんなこと頭を使ってね、考えるようになりますね。まあまあ今後もね、子育てだけじゃないんですけどね、まあ、癒しになるようなことですね、心の成長になるようなことをね、お伝えしていけたらいいかなと思っております。ということで、本日もお付き合いいただきましてありがとうございました。エンディングのお時間になりました。パーソナリティはトーマでした。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。
銀座西川高級安食パン。エンデバー、台湾留学のコンシェルジュ、エンデバー、グローバル人材を育成、充実のオンライン学習、安心安全安価な台湾留学、説明会随時開催中。ネットで漢字エニシ、カタカナでデバー、エンデバーで検索。台湾留学のコンシェルジュ、エンデバー。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。